はい、皆さんこんにちは、小山です。今回はですね、2節の最終戦、埼玉県庁選を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。さあ、この試合は、埼玉県庁の選考ですね、埼玉県庁の選考、平金の高校で、試合が行われます。難敵ですかね、毎年厳しい試合になるので、今回こそは楽に勝ちたいですね。まあ、そうもいかない相手なので。さあ、1番は西田選手、トップ日本代表ですね。3ボール2ストライクからインコースのボールをうまく打ちますが、ライトフライでワンアウト。ナイスピッチングですね、影山選手も。さあ、2番岩井選手、元平金の選手ですね。2ボール1ストライクから外のライズを打って、これがレフト前、いいボールですね。しかし、いいバッティングですね、岩井選手。熱い男なので、ナイスバッティングですね。さあ、これ3番岡野選手、ワンボールツーストライクから外のスライダー打って、これがファーストフロー。おっと、危ないですね。危ないですよ、鳥山選手。さあ、ツーアウトランナー一塁となり、4番中島選手、ツーボールツーストライクからインコースのカットボールですかね、空振り三振。これいいコースいってますね。これバット当たってもファールにしかならないので。さあ、埼玉県庁先発は中島選手、本当にこう速いボールと遅いボールを半々に投げてるの、むしろ遅い方が多いんかなって思ったりもするけど、こう遅いのを待ってる時に速いのが来たりとか、ちょっとうまいですよね。さあ、平均は1番浜本選手、3ボール2ストライクからチェンジアップうまく待ってる、ライト前うまく打ちましたね。前膝で調整してナイスバッティング。さあ、ノーアウトランナー1塁となり、2番和田選手、初球をしっかりとスラップ、ファーストゴロの間に浜本選手は二塁に、あわや一塁もセーフの感じでしたね。やっぱり一塁まで全力疾走するっていうのが大事ですので、いいですね、和田選手。さあ、3番安見選手、大学の同期対決、3ボール2ストライクから高めのボールを打って、これがセンターオーバー、浜本選手は一気にホームイン、平均好投手から1点を先制。いいですね、しっかりと上から当たって、ナイスバッティング。さあ、4番鳥山選手、ここは高校の先輩後輩対決ですね。低めのボールを打って、これがレフトフライ、その間に安見選手は三塁にタッチアップ、ツーアウトランナー三塁ですね。そして今節絶好調の小島選手、ちょっと浮いてチェンジアップをしっかり打ってテライト前、安見選手ホームイン、2対0。ちょっと今年の平均は何か違いますね。埼玉県庁で初回からこう先制できたのって直近では全然ないので、いいですね。さあ、初球ここで小島選手走りますが、タッチアウト。これ西田選手もよく取りましたね。
小島選手足が速いんですけど、ちょっとうまくやられましたね。さあ2回の表、5番鈴木選手から2ボール2ストライク、インコースのドロップですかね、空振り三振。コースがいいですね。さあワンアウトなり、松本選手、6番松本選手、3ボール2ストライクから、ライズを打って、これがレフトフライ。ちょっと安定してますね、和田選手。余裕さえもちょっと見えるな。ちょっと良くないな、あんまり。さあ、宮内選手、日テレの後輩です。外のボールを打って、これがショートフライで3アウト。影山選手、安定感抜群ですね。3人で攻撃を終えて無失点。さあ2回の裏は井上選手から、初球のチェンジアップをしっかり待ってレフト線。井上選手は一気に2塁に、素晴らしいですね。ズンです。チェンジアップうまく待ちましたね。さあノーアウトランナー2塁、そして黒岩選手、ワンボールツーストライクから、高めのボールを打って、これがレフトフライとなりワンアウト。ちょっと打たされちゃいましたね。さあ8番赤坂選手、3ボール2ストライクから、チェンジアップに空振り三振。すごいチェンジアップですね。時が止まってますね。9番蓮沼選手、ワンボール2ストライクから、チェンジアップうまく待ちましたが、打たされてピッチャーゴロで3アウト。ノーアウトでランナー出しましたが、ヒラキンは無得点。いい攻撃ができてますね。さあ3回の表は矢野選手から、初球外のライズを打ってピッチャーゴロ。影山選手めちゃめちゃファーストの方まで走っていきますね。ナイスピッチングですね。さあ9番工藤選手、ツーストライクからドロップですかね、見逃し三振。ナイスボールですね。手が出ないですね。あそこからこうライズもあるので、なかなか手が出ないというか。さあ1番に戻り、西田選手、ワンボールツーストライクから高めのライズに空振り三振。めちゃめちゃ上がってますね。いいですね、影山選手。ナイスピッチング。さあ3回の裏は1番浜本選手からワンボールツーストライク、外のボールうまく打ちますが、センターの守備範囲、めちゃめちゃ守備範囲広いですよ。普通に抜けたかなと思ったんですけど、いい守備ですね。さあ2番和田選手、ワンボールからうまく待って運びますが、これもセンターフライ。まあ、風がね、風がなかったら
もしかしたら入ってたかもしれない。まあ入ってないでしょうね。入ってましたかね、まあ、分からないです。和田選手センターフライということで、さあ3番安見選手ツーボールツーストライクからうまく打ちますがセカンドライナーでスリーアウト。こううまくチェンジアップ皆さん待てているんですけど、まあ、なかなか飛ぶコースが悪いというか、いい攻撃ですね。さあ4回の表は2番岩井選手から3ボール2ストライク、高めのライズに空振り三振、全力に全力で応えてくれましたね。いいボールですしナイススイングですね、お互いに。さあワンアウトなり3番岡野選手3ボール2ストライク、外のライズに見逃し三振、ビッタビタですよ。ナイスボールですね、本当いいですね影山選手、ナイスボール。さあ2アウトなり4番中島選手ワンボールツーストライクから外のライズに空振り三振、中島選手結構ねライズ打つの得意なんですけどね、このヘッド立ててるけどなかなか当たらないというか、こうやっぱこうポップしてますね球は。ナイスボールですね。さあ4回の裏は4番鳥山選手からさ初球を打ち上げるファーストファウルフライワンアウト。いやー埼玉に恩返ししたいですね、ホームラン打って。さあ5番小島選手3ボール2ストライクから高めのボールを見送ってフォアボール、よりよく見ましたね、素晴らしいですね、目が良くて打撃も良くて完璧ですね小島選手。さあ6番井上選手2ボールからの3球目、ランエンドヒット、これは井上選手打ち上げて小島選手走ってましたがよく戻りましたね。いやいや足が速くてよかったなと、これ自分だったら完全にアウトになってますね、ファーストでも。さあ小島選手ワイルドピッチで2塁に進んでおります。さあ黒岩選手はチェンジアップを打たされて、これがセンター前に落ちるかなと思ったんですがセンターフライで3アウト。ランナーは出てるんでね、いい攻撃ですね。さあ5回の表は鈴木選手から2ボール2ストライク、外のライズに空振り三振、さっきはインコースでインコースのドロップで空振り三振で外を最後は振らせて、今回は内と外をうまく使ってますね、ナイスピッチング。さあ6番松本選手ワンボールからチェンジアップうまく打ちます、和田選手まあ、でもドライブなんでね、本当に取りにくかったと思いますよ。それにしてもよく取りましたね。今シーズン守備が定評あるんですよ、彼。いや、ナイスプレーですね。さあ、ツーアウトなり、宮内選手。ワンストライクから、これは痛い。これは痛い。いや、本当に後輩だったんで、試合終わったら、すぐ大丈夫かって言いに行きました。
さあ矢野選手、ツーボールツーストライクから外のライズに空振り三振、いいボールですね。いいですね。さあ5回の裏は藤井選手代打ですね。赤坂選手のところに代打藤井選手、この微妙に止めたバッティング、彼はこれでセーフになるんですよ。持ってるんですよ。本人もびっくりしてますね。なんでこれでセーフになるのと。ただ彼持ってるんですよ。さあノーアウトランナー一塁で9番蓮沼選手、ツーストライクからチェンジアップ待てたんですけど、やっぱこう落ちますねチェンジアップが。ナイスボールですね。ワンアウトランナー一塁となり1番濱本選手、なんとかチャンスで回したいですね。外のボールを打ってこのボテボテがなんとセーフ。これも持ってるとかじゃなくてもうシンプルに足が速いですね。あんなボテボテでセーフだからきついですよね。さあワンアウト一二塁、バッターは和田選手、今節大絶好調ですよ。チェンジアップうまく回ってこれがライト前、藤井選手は一気にホーム。面白いスライディングしてましたね。なんかこう手を入れようとしたらしいですね。でなんかこうコリジョンルールなんじゃないかなということで抗議しましたが、結果はアウトということで、ツーアウトランナー1、3塁で3番安見選手、チェンジアップに空振り三振。これめちゃめちゃいい高さに決まってますね。これ完璧ですよ。ほら落ちるし遅いし、いいボールですね。さあ試合は6回の表、こちらも代打内田選手ですね。高めのライズに空振り三振。球威が衰えないですね。ちょっと雨が降ってきたんですが、それでもしっかり投げれてますね。さあ1番に戻り西田選手、初球外のボールを引っ掛けてこれがセカンドゴロとなりツーアウト。いいですね安見選手。さっきのこのトヨタ自動織機戦では結構ポロポロエラーされたんですけどね、しっかり修正してきましたね。さあ2番岩井選手、ワンボールツーストライクから外のライズをうまく合わせてこれがそのままスタンドイン。素晴らしいですね。振り切ってないですけどね、ソロホームランで1点を追加、2対1、1点差ですね。熱い男が打ったらちょっと埼玉県庁が息を吹き返してきましたね。まあ、ここしっかり切りたい。岡野選手3ボール2ストライクからインコースのライズに見逃し三振。こうボールが滑る中うまく投げましたね。影山選手もナイスボール。しかし岩井選手のソロホームランで1点を追加、2対1となっております。さあ6回の裏、平金の攻撃は4番鳥山選手からツーボールツーストライク、高めからのチェンジアップに空振り三振。これちょっと伸び上がっちゃいますよね、高めからチェンジ投げられて。危ないボールではあるんですけど、一番こうタイミングが崩れるなと思いますね。特にライズ系のピッチャーとかだったらなおさらですね。さあ5番小島選手はチェンジアップを打ってこれがピッチャーゴロでツーアウト。ただ3人で終わってしまうとこう流れが埼玉県庁に行ってしまうので、なんとか1人出したい。井上選手は
外のボールを見送ってスリーボール、このタイミングで、小石球。ちょっとこれ良かったのかなと思いますね。3人で終わらずにどんな形であれこう3人で終わらなかったので、井上選手のオーラ勝ちですね。ここで黒岩選手のところに代打大崎選手、ワンボールツーストライク、果たして何を待っているのか。チェンジアップに空振り三振、これはきついですよ。これもやっぱちょっと高めから落ちてますもんね。2対1のまま試合は最終回ですね。4番中島選手から怖いバッターからですね、なんとか抑えたい。高めのライズを打って、これがショートゴロとなりワンアウト。いいですね、うまくこうヘッドが立ったんですけど、うまく打ち取りましたね。こちらも代打山口選手、国士舘大学卒業の選手ですね。これもうまく打つんですが、浜本選手正座キャッチです。これが今流行ってる正座キャッチですね。かわいいですね、浜本選手、いい守備ですね。さあ、ツーアウトなり、今日一番タイミング合ってるんじゃないかなという松本選手、ワンボールから外のライズを打って、これがサードゴロとなりスリーアウト。激闘を制してヒラキンが難敵埼玉県庁に2対1で勝利。いいですね、この優勝したかのような喜び。いや、影山選手もよく投げましたね。終始いいボールがいってましたからね。はい、ということでいかがだったでしょうか。2対1で、埼玉県庁に勝利し、2節4連勝ということで、通算成績が6勝2敗ですね。で、単独4位で、前半戦を、折り返しとなりました。前半戦終わってみて、こう一節でこうスタートがうまくいかなかったんですが、そこから立て直してね、2節4連勝、できたっていうのは、こうチームもいい形になってきてるんじゃないかなと思います。全日本実業団選手権と、国体の予選とか、これからですね、トーナメントの試合が増えてきますので、次上がるのは実業団選手権の動画だと思いますので、皆さんお楽しみに。きっと、この動画が流れる頃にはもう結果も決まって、ヒラキンの初優勝で終わっていると思いますので、皆さん熱いご声援よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ヒラキンソフトボール TV では、これからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Let's enjoy softball!